チャンネル。お疲れ様です。今回はコードを押さえる時の指の置き方、何弦にどの指を置くかについてのお話です。G7-13th というコードを例に解説します。この本の G7-13th を押さえる場合、コードブックや教則本ではこのように6弦を人差し指、4弦中指、3弦薬指、2弦小指、こういう指の指定がしてあるものが多いと思います。自分もパッとこのコード単体で押さえるときはこのように押さえる場合もありますが、コード進行の流れでコードを押さえる場合、例えばジャズでは必ずと言っていいほど出てくる 2-5 の動き、特に Dm7-9th から G7-13th という動きの場合は、指をこのように動かすよりも G7-13th を6弦中指、4弦を人差し指、こういうフォームですね。この押さえ方の方が自分はコードチェンジがやりやすいので、こういうフォームで押さえています。あとウォーキングベースを絡めて弾く場合なんかも、これだと A7-13th というコードなんですけども、中指でベースを押さえた方が自分はやりやすいです。コードブックなんかで指定してある指の置き方は、そのコードを押さえる時の一般的な押さえ方なので、他にも指の置き方ありますよってことです。例えばローコードの G コードだと中指から押さえたり、あるいは人差し指からとか、A コードだと例えば中指から人差し指から、あとこう正反ですよね、こういう押さえ方、いろいろ選択肢があります。でどれを選んでもいいんですけども、この押さえ方しかできないっていうよりも、いろいろ選択肢を持っている方が、例えばソロギターなんかを弾くときにも役立ちますので、指の置き方は臨機応変に、どの指の置き方でもできるようにしておくのがベストだと思います。今回例に挙げた G7-13th コードに関しては、生徒さんに必ずと言っていいほど、それどうやって押さえるんですかって聞かれるんで、簡単に動画にしてみました。では練習頑張ってください。今回これで。